ミンゴルファーのハチです。こちらの動画は愛知県岡崎市にある岡崎カントリークラブにて、杉浦さんとやっちゃんとの、ラウンド動画となります。最近ね、杉浦さんになかなか勝てなくて、僕からリベンジをお願いした今回のラウンドは、現在1打差で僕がリードしてますが、ここからの上がり3ホールで、前半の結果がどうなるのか、それとね、100切りを目指して頑張ってるやっちゃんの前半のスコアがどうなっていくのかというところですね。早速振り返っていってみましょう。右でも大丈夫だね、これなら。見えないですね、落下地点が。木に当たる？当たった。あ、うまい。うまいよ、これ。ああ、良さそう、良さそう。ああ、でもナイスタッチ。ナイストライ。ナイパーなー。なーい。逆にむずいわ。ちょっとダフったっすか。ああ、だいぶ手前っすね。あれは当たったね。みんなどっこいどっこい。弱いか。弱い。うまい。あ、うまい。うまい。入る、入る。おぉ、ナイスパー。ナイスパー。これだよ。これなんだよ。お、うまい。お、ナイス。よかった。よかった。助かった。めっちゃ耐えた。ナイス。ちょっと噛んだっすね。
るっすね。よいしょ。オッケーオッケー。わあ、ナイスショー。ナイスショー、いいやん。うまいね。ナイスショー。キー超えた。うん、巻きましたね。うん、ナイス。うまい。いいんじゃないこれ。うまい、ナイスオン。はい、行きましょう。残り。ショートだね。あ、でも止まるよ。ボールがよろしいから。うまい。ナイス。いやー、これパー確実やな。お酒いきますか。はい、じゃあ押します。おー冷静うん、お酒行くならどうぞ。行きますか。前半ということで、これにて前半終了となりましたが、って感じですね。頑張って逃げてたのに、ここでついに杉浦さんに追いつかれてしまいました。やっちゃんのはね、前半ちょっと叩いちゃったので、後半頑張ってほしいですね。この日はね、午後スルーなので、このままインコースに向かいますが、続きは次回の動画でお届けしたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。ではでは。